皆さんこんにちは行政書士合格の取説野端のズバッと重要論点ポイント解説講義民法編第2回行っていきますよろしくお願いしますえ前回がウォーミングアップ的なものだったので今回からが本格的な講義ということになっていきますえ今回使っていくテーマとしては実行ですね。民法早速の時効ということになっていきます時の効力って書いて時効なんですね よく試験でも出ますし受験生が苦手とするところなのであのしっかりと話をしていきたいと思うんですがまずテキストは民法の65ページを出してください。民法の65ページを出してくださいとまだ総則の時効までしかテキストを見ていない方もいるかもしれませんがこの時効というのはこのあと勉強していくような物件法ですとか再建法とも絡んでくるので 事あの答えることに時効という言葉が出てきたら、この第7節に戻った方がいいです。やっぱり困ったら戻った方があが今後のためになりますので、あのそこはね、面倒くさがらずに、えー、しっかり戻って確認していきましょうと、はい。まず一番の時効とはというところなんですが、これ、まず変だってことに気づきます。取得時効と消滅時効があるよというのは、まあ、テキストを読んでいただけたら分かるんですが、あの取得時効なんですかって言ったら、 例としてね、人の土地でも勝手に使い続けていれば、いつしか自分の土地になるわけですよ。ね、一定期間経過で権利取得する、なんか変じゃないですかあのだって、勝手に使われている側からすれば、自分の土地なのに勝手に使われ続けると土地の権利なくなっちゃうんですよ。変ですよね消滅事項。一定期間の経過によって権利義務が消滅する。 例を見ると、お金を100万貸しましたと、で100万貸して、まあ、返しなさいって言って間言わないと、返せって言えなくなるっていう、変ですよね。変なんですよ。で、この変なシステム、事項の,あの格言っていうのがありますが、これ知っとくと意外に使い勝手がいいので、ご紹介します。それは、権利の上に、 眠るもののは保護しない、はい、この言葉ですつまり、取得事項の前提で考えていくとあの、他人が土地を使い続けてるわけですが、言い換えれば、土地持ってる人からすると、土地使われても無視してるんですよね。つまり、気づいてなかったりするわけですよ。 例えば、ものすごいお金持ちの方がいたときに、例えば東京にお住まいの方なんですが、あの北海道にもたくさんこう土地を持っていると、でも普段北海道に行かないということを考えると、まあ、勝手に土地が使われても気付かないことありますよね。でも、例えばこう10年、20年のスパンで考えたら、まあ、たまに見に行ってな、誰だお前はってことが起こるわけですね。でも、それもないってことは、正直、その人、土地いらないんですよ。 おかしな話かもしれませんがあの土地持ってても使わない人よりも土地がないけど使いたいと思って使っている人の方に土地の権利渡していくのがこの時効のシステムなんです消滅事項もそうでお金を貸して、えー、と一定期間返せって言わないってことはそのお金いらないんですよだったらまあ借りた人の方にまあ優遇していくと借りた人の方を優遇するっていうのが民法の時効なんですね なんか変な気もしますが、あのそういう感覚で捉えていただくと、そしてそれを、権利の上に眠るものは保護しないという言い方をしますで。言い換えれば、権利の上に眠る、つまり何も主張しなければ、そいつは保護しないよってことなんですが、起きたら、あつまり土地返せって請求するとかね、あもしくはお金返せって請求する、そうなったときは、やはり保護すべきじゃないですか。 そこについての話が、えーっと、72ページですね、72ページの時効の完成猶予と更新というテーマになっていきます。まあ、時効はすべて大切なんですが、受験生が特に苦手とされるところが、この時効の完成猶予更新なのであの、こちらを今日は重点的に扱っていきます。はい、概要が今言った通りですね。 債権者、例えばお金貸した人が一定期間権利を行使しない、お金を返すと言わないとか、まあ、土地を持っている人が一定期間相手に対して返せと言わないと。そうすると事項が完成します。ですが、逆に返せって主張した場合はどうなるのかな、ね、一定期間内に権利を行使したらどうなりますかってことがあります。この権利を行使する場合は、大きく分けて民法上2つの効果があります。 時効の完成猶予と更新とこれしっかり違い分けないと問題解けなかったりしますね。はい、え七十三ページのところです。まあちょっと難しく書いてしまっているのもあるので、イメージがよくわからない方もいるかもしれませんが、あのまず強弱で考えた場合時効の例、完成猶予の方が弱。 で時効の更新の方がきょうです、うん。つまり、お金貸した人が改正っていう主張したときに、それが時効の完成優の場合弱いんですよ。時効の更新の場合強いんです。あの完成優ってあくまでも時効の完成が伸びるだけなので、はいまああの、いつかは時効完成してお金取り戻せなくなっちゃうんですね。 ただから、時効の更新っていうと、それが起こると、今までの時効の期間が全部一旦止まって、ゼロに戻ります。つまり時効を完成しないんですよ。なので、明らかにお金貸した人からすると、あの自分がやったことの効果として、完成猶予って言われるよりも、更新って言われた方がいいんですよ。まず、そこの違いです。で、えっと、ズバッと解説のところを見るといいと思うんですが、 大きなイメージとして、例えばお金貸した人が、ただ単純に返せと言った段階。はい。返せと言った段階。その段階だと、まだ時効の完成猶予です。つまり、返せと言ってはいるんだけど、本当に返せって言った人がお金貸したかどうかの、まあ、確証がないというところです。ただ返せと言ってるけど、本当にお金貸してるかどうかの確証がないよ。みたいな場合だと、 時効の完成が伸びるぐらいの効果しかないです。そうじゃなくて、例えば裁判とかで相手を訴えて、裁判官が、まあ、君、お金貸した事実認めてあげるよって話になってくると、これ、権利の存在がちゃんとしたところで認められてますから、そうなると時効の更新です。はい、カウントがゼロに戻っていくんだと。時効が完成しないんだ。ということになっていきます。 はい、例えば、この2番の裁判上の請求で見ていきましょうか。ちょっと横に書いておきますね。まあ、簡単な図なんですが、例えば、A、B という形で、A から B に100万貸してるよっていう設定。うん、でこの100万のこれ貸金債権と言いますが、まあ、例えば仮に5年で、 あの時効を完成としましょうか、はい。5年間で時効を完成とします。まあ、A の方がまが債権者です、略して権としますが、B の方が債務者です、無としますが、まあ、しばらく A さんが B さんにお金貸して放っておいたんですね。であるところで返せと。はい、主張する。 で今回の前提は、この返せというものが、訴え提起です。裁判でもって B 訴えて、返せっていうことになったと、はい、そういった争いが起こっている話を前提とします。はい、でこの抗議使いにいろいろと足していきますが、例えばこの起算点、時効のカウントの起算点を、例えば、しょ。 2021年の10月としましょうか。はい。そうすると、5年で時効完成しますから、時効期間満了しますから、5年後は26年の10月と、とこですね。その時効期間満了前に A が B 訴えたということで、えっと、ここの期間を、ちょっと見にくいんですが、26年の えっと8月にしましょうか、8月はいで、あの裁判って基本時間かかるので、あの2ヶ月とかで終わらないんですね、下手したら年単位かかりますと。なので、こう訴えて争っているときに、こう時効のカウント的に5年経っちゃうことはあるんですよ。じゃあ、この争っているときに時効期間満了したから、もう。 B さんの債務が消えてしまって、A さん返せと言えませんかはかわいそうなので、あのほら、返せって権利主張してますから、A さんは権利の上に眠ってませんから、そこを考えていくと、はい、時効期間満了から時効の完成が猶予されます。はい、権利行使したということをまあ加味して、時効の完成が伸びます。いつまでか、裁判確定です。 例えば、まあ、裁判確定したのが27年の1月と考えると、はい、この裁判確定までが時効の完成が伸びる期間です、はい。で、この裁判確定、今回のイメージは、えっと、A が勝ちましたと、勝、まあ、を沿って記しますが、 A が勝ちました。つまり、A がお金貸した事実は裁判官認めてくれました。この裁判確定でもって、この新たに時効が進行と書いてますが、あのこれが更新ね。つまり、この裁判確定 A 勝った段階で、この時効のカウントはゼロに戻っていきますと。と、はい、いう形なんです。事項は完成しないんですということね。 はいなのでちょっと分かりにくかったら、この新たに時効が進行のところは時効の更新って書いてもいいです。はいこれ、流れしっかり押さえましょうね、うん。やはり訴え提起したこの段階だけだと、まだ権利があるかどうか分からないですよ、主張してるだけなんで、だから時効期間満了後は猶予しかないんですが、裁判確定で A が勝ちって認めてくれてれば、はい権利の存在が確証を持たれますので、そこからは時効の更新と。 この感覚を捉えてください。まあ、今口頭で話しましたが、下に書いてますんでね。こちらを改めて確認するといいと思います。はい。では次74ページです。はい、3番こちら裁判外の催告ってい言い方をしてますが、債国って何ですか？まあ、単純にお金返せっていうことです。 で、お金返せに関して、あの、先ほどは、これ、裁判上なので訴えましたよね。訴えてお金返せと主張した。ただ、今から見ていく、債国は、これ、裁判外といって、訴えてないんです。ただ、口頭とか、書面とかで金返せって言ってるだけね。じゃこの債国に関して、どういう,うな効力があるのかを見ていきます。先ほどと同じ事例で、 えーと手書きしていきますがやはり21年の10月からこう時効のカウントが始まっていきますと、うん、で2026年の10月で時効期間満了しちゃうんですねでこの「催告金返せっていったタイミングがこれがじゃあ26年の6月にしましょうか。 6月とはい、でこの「催告」っていうものがどんな意味持つかというと催告をしてからね6か月以内に訴えを提起すればその間に時効期間が満了しても時効は完成しないよって話ですあのこういう意味ですね。ね、あのー、裁判って やってからも時間かかりますが、やるまでも時間かかるんですよ。弁護士雇うとかしなきゃいけませんから。なので、あのー、お金貸してずっと忘れていて、気づいたタイミングが時効期間満了直前だったりすると、弁護士雇う暇なかったりして、訴えることができなかったりします。なので、例えばまず最初に、催告っていうのをしておいて、で、その後に弁護士を探していくと。 弁護士を探していくようなこの間で、時効期間満了してしまっても、まあ、完成はしないんだよっていう形にしてます。はい。なので、えっと、これ、6ヶ月以内にしなければいけないっていう条件なので、26年6月に再告をして、いつまでに訴え提起しなきゃいけないかというと、6ヶ月後、6ヶ月以内ね。つまり、27年の 26年の12月までに訴え提起をしなければいけないんですね。はい、これが催告の効果ですあの。この後は先ほどと変わりません。訴え提起してから裁判確定まで、この期間中は時効の完成猶予ですね。まだ権利持ってるか分かんないんで。で裁判確定え、つまりお金貸した映画が勝ちますよと。 となるとまあ、権利の確証が持てますので、そこから時効の更新が起こるという形ですから。あの訴えて駅から右の方はこれ先ほどと変わりません。なので、西国独自の話で言うと1番2番までね。ここまでです。つまり西国の効果っていうのは？えっと赤が続くと見にくいですか？あの時効の完成猶予しかないんですよ。 つまり、問題を見たときに、催告イコール時効の更新とか来たら罰です。あくまで催告は口頭で返せとか書面で返せで訴えてないんで、権利の確証を持たせられませんから、ただの猶予しかないと。これ、押さえてください。あとは、ワンポイント6番で、この催告は1回だけですよと。じゃないと、きりないですね。催告をここでやって、 で、また6ヶ月近いところで催告をして、また6ヶ月延びてって延と延ばせますから、それはできないよということです。1回だけです。はい。ということなんですね。これ裁判外の催告と言います。そして今日もう1点。4番。協議を行う旨の合意による時効の完成猶予というところです。まあ、お金の貸し借りについてトラブルとなっている場合、 できればこう裁判したくなかったりしますよね。で、お互い話し合っていきましょうっていうときに、このケースがあります。話し合いが長引いてる中で、あ、やばい、もうすぐ時効を完成する。と、まあ、一つとしては、上みたいな催告をして時効の猶予をつけるってこともありますが、もう例えば、もう仕方ないから、 長引いて時効の完成近ければもう訴えてしまおうねってこともあるわけですよここまでずっとやってきたのに最後訴えなんですよこれってちょっと理不尽ですよねできる限り裁判したくないのに時効の完成近づいたから仕方ないから裁判を起こすっていうのはあまりよろしくないとですからお互いに話し合っていく中でこの期間は時効の完成伸ばしましょうねみたいなことができる仕組みがありますと これが協議を行う旨の合意による事項の関数です、うん。75ページ見ると、これも図がありますよね。A がお金貸して B が借りてますって設定です。これも時系列入れましょうか。例えば、21年の4月に話し合い始めましたと。 で実は時効の期間満了の時期が21年8月だったりします。となると、この競技始めたのが4月で、8月で時効期間満了だったら、4ヶ月間で話まとめないと、時効を完成しちゃうわけですねで。これはまずいということで、競技、はい、競技を押していく、その中ではい。 まあ、例えば、6ヶ月間は時効完成伸ばしましょうねって決めるとか、8ヶ月間は決め時効完成用にしますとか、こう決められるんですよ。まあ、1年以内なんで、まあ、1年間をまず超えることはできませんが、1回で。ただ、1年以内ならば、この期間、定めることができるんです。なので、22年の4月まで伸ばすことができますね。 はい、という形なんですよこれはお互い納得の上なので例えば一旦伸ばした期間が近づいてきましたという中でもう一回あの話し合って伸ばすことはできますズバッと解説ね2回目の時効完成も認められるということでこれ先ほどの催告との違いね。国は これ、債権者が一方的にやってるだけです。これは一回しか効力出ません。ただ、協議を行う旨の合意は、お互い話し合ってるんで、まあ、一旦話し合って伸ばしました。でちょっと一年近く経っちゃったので、もう一回話し合ってもう一回伸ばすことはできます。はい、形にはなります。まあ、少し難しいものが出ることもなくはないので、 まあここに書かれている条文をしっかりとあのついている6法で確認していただきたいんですが、イメージはこんな形ですね。よろしいでしょうか。はい、2022年試験出る可能性が高いところですので、しっかりと復習をしていただきたいと思います。あたまたま今、下見ましたが、ね、ちょうどここ、ちょっと一息、予備校の無料動画を活用しようということで、今、皆さんしっかり活用していた,いただいていると思います。今後も、ね、しっかり活用してくださいという形となります。 はい、ということで、2回目は以上ということになっていきます。えー、で、次3回目も確認しておきますが、えっ、ー、と、3回目は、はい、物件的請求権ですね。まあ、取説のテキストは、この実行の後がすぐに物件なので、えっ、ー、と、79ページあたりからやります。あと、ちょっと連動している形で、116ページ、76ページ、失礼、79ページを、 見ていただいてそして116ページあたりも見ていただけるといいかなと思いますのでえっと一応そのあたりは優秀してきてくださいということになりますはい、では今回2回目の講具は以上となります次回もよろしくお願いしますお疲れ様でした